どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はエンジェンダーモッドを進めて、私だけの最強ハーレム部隊を作るわよ。なんかソシャゲの CM にありそうな言い回しだな。君だけの最強ハーレム部隊を作ろう。それでまずはね、前作れないって言ってた馬娘ネタ。これスケルトンホースマン作ればいけるかもってことでやるわよ。馬娘1ミリもやったことないくせに。知ってるわよ。UK がセイウンスカイ当てたり UK がジェミニハイデニー取ってたりとか知ってるわよ。情報源が限られすぎてる。もはや情報量が中国のネットレベルだわ。動画班が検閲した情報しか流れてこないからね。でなんだけど、作るにはサドルが4つ必要なのよね。で、この世界モッドのおかげでサドル作れるのよね。何モッドのレシピかわからないけど、モッド環境あるあるなんだぜ。エーテルで追加されたレシピみたいもんね。そして久々の登場、村娘。村娘はただの村民。全部娘つけとけばそれっぽくならない？例えば、ほら、イカ娘とか、なんか侵略してきそうな娘だな。それで素材は全部集まったわね。スケルトンホースマンなわけだから、きっとスケルトンホース娘にスケルトン娘が肩車されてる感じでしょ。ってことでエメラルドブロックにサドル、スケルトンのフュージョンパーツ4つで完成。スケルトンホースマンのフュージョンパーツだな。これできっと下のスケルトンホースマン娘がスケルトン娘を肩車しながらスケルトン娘が敵のスケルトン効きすぎて頭がスケルトンになりそうだぜ。頭骨だけになっちゃう感じね。あれそれつまり死んでない？動画の場面は変わって、フュージョン完成だな。これで女の子同士で肩車とかいう天国に行けるわけよ。YouTube に BAN されちゃったらどうしよう。その発想の持ち主は BAN された方がいいだろ。それじゃ雷鳴ベータハーレム化計画第1号目。ゲーム内でぐらい女の子と関わりたいと。いやいや、私だって女の子に囲まれるモテ期あったわよ。幼稚園の時に人生最序盤でモテ期使い果たしてんじゃねえか。それじゃここに来ましたわ。おたてまっていろいろと思ってたのと違うんだけど、4体も一気に湧くのか。というかこれじゃ娘オン馬なんだけど、要するにただの騎乗じゃねえか。しかもこれもブボトルに入れられないよね。だな、もしそんなことしたら、ただの馬と娘になっちまうんだぜ。米津玄師の新曲かな。それで外にロボが何体かいたからちょっと連れ出してみたわ。まあ大事なのは戦力としてどうかだからな。ってさすがにソードマンはまずいかも、と思ったが、案外ダメージ受けてなさそうだぞ。しかも矢も結構精度いいし、もしかしてだいぶ強い？そうかもな、だいぶ心強いんだぜ。でもスケルトンホースが擬人化されてたらマイクラで馬娘？とかそういうタイトルにできたのに。動画投稿者の汚い部分出てるぞ。ただこれもブボトルに入れられないからね。ってことで鉄格子を十字、鉄を四隅に真ん中にダイヤで。お前まさか鉄格子に監禁するつもりか。しないから、視聴者の人も低評価してブラウザバックするのちょっと待って。このブロックはガードブロックって名前で、これを置いて右クリックすればこの周りをエンジェンダーたちが守ってくれるのよね。なるほどな、これを使えばこいつらをブロックの周りに置いとけるわけか。ただ家の外にいてもらうことになっちゃうからね。もしもに備えてダイヤ防具着せておくわよ。さっきだいぶ強かったし、これで全員ダイヤ。防具着せたら馬と娘になっちゃったんだけど、これには米津玄師もびっくりなんだぜ。しかもこれ一回降りちゃったら乗せられないっぽい。まあさっきは角度が悪かった。こんな感じで上、もともと防具着てたからね。何も着てない子ならいける。ジャンプしながらならいける。スケルトンホースマンなんてなかった。スケルトン娘とスケルトンホースしかもともとここにはいなかったんだぜ。というかこれ今気づいたんだけどよ。こいつら防具着る前から防御値最大だったぞ。もしかして私が今やったこと全部無駄だった。まあほら、ダイヤ防具の方が見た目が強そうだしいいでしょ。世界レベルの雑な言い訳。まあ気を取り直して。他のエンジェンダー作っていこうか。ダイヤも減ったしスケルトンホースも腐ったけどな。気を取り直します。それで次作りたいものにカボチャが必要なのよね。ただ、珍しく一個しかないな。きっと仲間からハブられてるんでしょ。要するにウプ主みたいなもんだな。唐突な飛び火がウプ主を襲う。ただ一個しかなかったからね。今後使うことも考えて種にしておこうか。ウプ主を4等分にするわけだな。それはただのグロになっちゃうから。ってことで育ったカボチャ使ってフュージョンパーツ作っていくわ。エメラルドブロックを四隅、あとはゴーレム作るときみたいにマグマストーンとカボチャ置いて、これで完成。マグマゴーレムのフュージョンよ。マグマゴーレム？聞いたことないモブだな。マインクラフトストーリーモードのやつらしいけど、英語わかんなくて一切手出してないのよね。翻訳片手にやるしかなくなるんだぜ。
でもこの黒と赤の感じすっごいかっこいいわね。防御力もダイヤ並み、体力はプレイヤーの4倍あるぜ。もはやこいつに10持たせた方がお前より強いんじゃねえか。正直それ否定できないんだけど、もしくはこいつを1、2式に乗せるとかな。間違いなく重量オーバーだと思う。それで次もゴーレム系作りたいんだけど、カボチャできてないしつなぎでなんか簡単なの作りたいわね。これとか面白そうじゃないか。強化版には鳥みたいなんだぜ。素材も海底神殿とかそういう系いらないしね。ちょっとやってみようか。ってことで素材は全部紹介したことあるからカットしてっと。フュージョンクラフター4つにエメラルドブロック4つ。割と贅沢な鶏だな。サムゲタンみたいな感じで贅沢ね。もしかして今から作る鶏食べようとしてる？非常食の用意は大切じゃん。エメラルド40個で作る非常食。ってことで完成。エバーソースね。私はブルドッグソースの方が好きだぜ。誰もそんな話してないから。というか何これ、鶏の王様、鶏の大群召喚して敵に突進するとか。移動速度は信じられないほど速いが、正直弱そうだぜ。いやでも油が乗って美味しいかもしれない。ただでもエメラルド40個の価値は正直なかったような。え、何このフュージョン。お前がそこら辺に放置してたとかじゃなくてか。いや私白熊のフュージョンなんて作った覚えない。鶏から白熊が生まれたのか。何この鶏。え、もしかして醜いアヒルの子みたいな話。白熊が鶏と間違えられるわけないだろ。もしかしてこの鶏、白熊を大量に出す能力持ってる。鶏と白熊の関連性白色ぐらいしかないけどな。鶏の群れじゃなくて白熊の群れを召喚する感じの能力。待って次は鶏から羊生まれたんだけど、頭の中ハテナマークで埋め尽くされそう。多分きっとあのモブは有効モブの王で、有効モブのヒュー。次はシュルカーのヒュージョン生まれたけど、初めてチエノは見た時並みに混乱してる。混乱しすぎて自分のこと 50% の確率で殴りそうなレベルよ。第6世代までの混乱。そして次はチキンジョッキーのフュージョン。これもしかして確率でランダムなフュージョン出してる？マジでチート級の鶏だな。チート級の鶏って言葉多分今後の人生でもここでしか使わないと思う。そして次はガストのフュージョン。空から火の玉で援護してくれるのはかなり強力そうだぜ。もはや鶏からガスト生まれることには違和感なしね。エンダードラゴンが生まれてきそうな気すらしてきたぜ。そしてこの子、ミニクリップで乗ると飛べるのよね。まあ屋内なせいで顔めり込んじゃうんだけど。そして次はスノーゴーレム。めっちゃダイジェストみたいな動画になってるが、産むペース早すぎてこうでもしないと追いつかないんだぜ。まさかこの鶏だけでこんな戦力整うとは思ってなかった。そして次は洞窟雲。半透明だな。敵に攻撃されにくいとかありそうだぜ。そしてこの子も乗れて、移動速度が速いだけじゃなく、こんな感じに壁に登ることもできるわ。そして次はエンダーマン。敵ロボは遠距離攻撃がメインだからだいぶこいつ強力かもな。エンダーマンだけでチーム組めば全段かわせて最強じゃない。多分流れ弾で最初にお前が死ぬぞ。ってことで次はガーディアン。尻尾生えてる感じいいよね。どのモブも結構しっかり特徴捉えられてるよな。そして乗ったら水中呼吸と暗視がつく。これならブロックに頭めり込んでも平気ね。そして次はゾンビピップマン。もはや何種類出したか忘れたんだけど、カットしてるから視聴者さんわからないが、まだ鶏作ってから10分しか経ってないんだぜ。クリスマスシーズンのコウノトリもこんな感じなのかな。まあ大量にエンジェンダー出してたらさすがにカボチャも育ったから、他のゴーレム作るわよ。マグマゴーレムのレシピのマグマブロックが鉄格子版だな。待ってイルダーガーディアンとかコスト高いのもあるんだけど、優先すべきは今作ったやつだと思うんだけど。おお、スパイダージョッキーなら来ましたわ。無事建設ね。頑張って持ち上げてる感じが可愛いんだぜ。そしてイルダーガーディアン、これ作るのにスポンジ。待って味方に呪いかけるのはなしじゃない？と思ったら採掘速度上昇だぜ。しかもレベル3、これ信じられないぐらい速いわよ。さすがボス級のエンジェンダーは違うんだぜ。というかそろそろこんだけ沸かせられて申し訳なくなってきた。ある意味このモッドで最強のエンジェンダーかもな、あの鶏。それでさっき鉄格子で作ったやつもフュージョンにしてきたわ。プリズンゴーレム、これもストーリーモードのやつみたいだな。黒の体に紫のラインがすっごいかっこいいわね。君はゲーミングゴーレムと名付けるわ。レーザーシナプスとかで光る色変えれるかもな。ただこれ中にいられるとだいぶ窮屈だし、全員外に引っ越しちゃうわ。今回だけですげえ量になったな。自分で作ったのはゴーレム2体と鶏だけだが、外にいるとロボに襲われそうで怖いっちゃ怖いけど、正直この量ならケルベロスすら圧倒できると思うんだけど。で、外に移動したのには他に理由があってね。さっき鶏からさ、
こんなフュージョンが生まれてたのよね。でかいとかそういうレベルじゃないんだけど。もはやこれサイズ比率間違ってない。ジャイアント、まあわかる人にはわかるわね。マイクラのコマンドで出せる超大型ゾンビのフュージョンよ。もはやこの鶏に恐怖すら感じるんだけど。まあこれで野戦に向けての準備は結構できてきたんじゃない？もはやできすぎてるのレベルだわ。こんだけいやマジで負ける気がしねえんだぜ。まあ正直あの鶏だけでこうなるのは予想外だったわね。それじゃ今回はここで終わろうかな。ご視聴ありがとうなんだぜ。次回はロボのレベリングして。もしかしたら野戦も望んでみるかも。それじゃチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくだぜ。3、2、1。チャオ。